ボーレスワフ3世クシボウスティは、ポーランド大公。ブワニスワフ1世ヘルマンと最初の日で、ボヘミア公ブラチスラフ2世の娘ユディタの子として、生まれた。極唇公と呼ばれる。1109年にナクロの戦いにおいてポメレ,レンビを、撃破して、ポメラニアを支配下に置いた。また、ローマ皇帝ハインリヒ5世委軍を破り、遠征に加わっていた、イボニー。 ズビグニエフも退けた。しかし、1135年には、皇帝ロタール三世に長考することとなり、皇帝は封建された、流言島及び西部、ポメラニアを受け取った。1132年から1135年にかけ、ハンガリー遠征を行っているが、大した成果は上げられなかった。亡くなる前の1138年に遺言状を発し、国土を4分割して、 息子たちに継がせた。ヤスト家の年長者が王位を継ぐとされ、クラックフを首都とし、ローマ皇帝へ治めたポメラニアを管理することとした。この年長者相続性はすぐに見向きもされなくなり、200年近く分裂時代が続くことになった。キエフ大公スブヤトポルク二世の娘ズビスラバと結婚。サロメフォンベルクシェルリンゲンと再婚。ありがとうございます。